国の重要文化財に指定されたのは古文書の部で銘苅文書と琉球国王朱印状の2件、歴史資料の部で上付関係資料1件の合わせて3件です。このうち地図や器物など1905点からなる上付関係資料は17世紀末以降の久米島で領主に代わって行政を担う地図デーだった上付に伝わる資料群です。地図デーとしての功績を称えられ王府から贈られた掛け床など琉球王国による離島支配の在り方などを示す学術的価値が高い歴史資料とされています。玉城知事は大変嬉しく思う、文化財の保存・公開活用などに努めたいとコメントを発表しています。これで沖縄の国指定重要文化財は合わせて39件となります。